はい、ですね、本日もコストコにやってまいりました。何回来るんだって感じですね。はい、見てください、朝の10時です。3月の、今日は12日ということで、まあ暇、これからいっぱいになるんでしょうね。はい、というわけでね、今日は、空いております。まだたまにね、10時でもね、なんか PS の時ありますので、はい、では早速ですね、中の方に入りたいと思います。中の方ではね、カメラ撮れないのでね、今日はですね、まあどちらかというとちょっと日用品というかね、うちの娘のね、靴をちょっと見に来ました。もう靴くちゃくちゃなのぜこの間ちょっとね、いいの売ってたんで、まああるかな。今日はね、これをちょっと買いに行きました。はい、まあということで、中ではね、撮影禁止なのでここまでにします。また出てきたらね、またお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。いつもの桜通りに、ね、すぐなくなる。で、チェリーサラダ、うん、よいしょ、サラダを、で、ホテルマーガリン、はい、やっとなくなりました。4ヶ月ぐらいあった、うん、チョコレートチップ、はい、ご近所さんに配ります。はい、いつもの娘の靴を、そうです、ライト、ライト丸型シーフードピザ、はい、シーフード、これが一番いいね。今日はフードコートで、はい、隣のカップルの人たちピザをいただきました。はい、ですね、コストコの帰りでございます。パンパンです。すごいです。もう駐車場ね、もういっぱいです。朝とはもう全然違うね、状態になっております。まあすごいですね。みんなもうね、まあ、町です、これ。で、こんな駐勤してます。うん、ちょっとね、軽く回ってみましょうか。もしあれでしたら。おっと、ちょっと待って。まあ、こういうこともあります。まあ、こんな感じです。すごいでしょ、駐車場ね。朝と全然違いますね。なんかもう。線じゃないとこまでね、みんな。ね、駐車場がないです、もう、ね、広いからここはね、すごいですね、止め方ができるんですけど平日ですよこれね、12日の木曜日です。木曜日でこんな状態です、うん、もうすごいでしょこれね。木曜日の今ちょうど12時過ぎなんですけど、はいはい、もうね、ここもあれです、縦止めしてます皆さん。すごいです。すごいですね。ここ結構ね、日曜日とかにね、みんな止めるところなんですけど、はい、もうパンパンです。すごいですね、こんな感じです。こっちからもね、入ってきますしね、うん、この間向こうから出てちょっと何にしましたので、今日はこっちから出てます。今ちょっと一周ぐるっと回ってみてるんですけど、はい、ほぼ満車ですね。もう 100% 以上入ってますね。皆さんね、駐車場を待って、すごいですね、はいはい、まあこういう感じになっております。もう空いたとこ入るというような感じでね、まあ僕は探してるんじゃないです、もう帰りますけどね。もう買い物したのでね、帰りますけど、まあコストコね、いつもこんな感じです。どちらかというと、ね、こんなね、なんかもう突っ込んでくるバカもいますからね。はい、本当もうね、見ないで、全然見てないんでね、
もう必死こいでますから、あのこんな感じになります。はい、はい、あの止まれて書いてるのに止まらないですからね。はい、あれここ開いてるの、あ本当ですね。はい、まあ、ということで、はい、コストコ、はい、出口出ます、はい、はい、ありがとうございました。